ウィキペディアゼロは主に発展途上市場において携帯電話によるウィキペディアの閲覧を無料にするためにウィキメディア財団が行っていたプロジェクトであるこのプロジェクトは2018年に終了したメディアを再生するウィキメディア財団によるプロモーション動画南半球を中心とした発展途上国では先進国のように公衆交換電話網が整備されていないためインターネットは 優先通信ではなく携帯電話を用いて行われることが多い。しかし携帯電話のデータ通信量は高額なため利用者はウィキペディアのような無料の知識体系を利用しづらい。そこでウィキメディア財団は2012年にウィキペディアゼロを開始し世界各地の通信会社と提携してウィキペディアを利用する際のデータ通信量を無料にする取り組みを行っている。 ウィキペディアゼロは2013年のサウスバイ、サウスウエストのインタラクティブアワードで、積極行動主義部門を受賞した。2015年4月当時で、ウィキペディアゼロは59各国の67事業者と契約を結び、約4億人が利用可能であった。Facebook ゼロがウィキペディアゼロのヒントとなったと報じられている。しかしこのプロジェクトは、 ネットワーク中立性の原則に反するものだという、長年の批判を受け続け、2018年2月、ウィキメディア財団はこのイニシアティブを終了し、連携に向けて新たな方向を取るとの声明を出した、ネパールに転生でウィキペディアを閲覧メディアを再生する、ウィキペディアへの自由なアクセスをアピールするビデオ。南アフリカ共和国の生徒が出演し、テレコサインへの手紙を読んでいる。以下、 開始した国と通信会社の一部である。完全な一覧は、ウィキメディア財団、提携モバイルネットワークを参照。ウィキメディア財団、提携モバイルネットワークの履歴を参照地理の電気、通信時間は、ウィキペディアゼロフェイスブックゼログーグルフリー、ゾーンといった、モバイルデータ使用量を補助するような、ゼロ料金サービスは、 ネットワーク中立性に反するとして2014年6月1日までにサービスをやめるよう命じた。電子フロンティア財団は w i k i p e d i a のようなプロジェクトの趣旨は高く評価する。一方、最終的に無料サービスは危険な歩み寄りになる。と述べている。ACCESSNOW.org はより重要と捉え、ウィキメディアは常に 情報へのオープンアクセスで第一人者となっているが、無料プログラムは、オープンインターネットの将来に、深刻なダメージを与えかねない、禁止眼的な方法だと述べている。ウィキメディア財団のゲール・カレン・ヤングは、ワシントン・ポスト氏に対して、ネットワーク中立性と、複雑な関係にあるが、アメリカ合衆国のネットワーク中立性を信じている。と述べ、 ウィキペディアゼロは他国において異なる視点が必要で、あるとも付け加えている。短期的に通信会社と提携することで、これらの地域でのネットワーク中立性の線引きが曖昧になっている。しかしフリーナレッジを提供するという私たちの全体的な使命にはかなっていると述べた。ありがとうございます。